どうもパフォーマンストレーナーの佐野の助です。ちょっとくらい。はい。今回は v 1動画ですね。v 1なんですけども、僕の大好きな、えー、JYP エンターテインメントの、えー、メンバーのリアクションになります。それで,ですね。やっときました。まこちゃん。まこちゃんのダンス全然出ないんだよね。あのね、ほんとね、これなんでだろう。あの INI の。 木村雅也君っているんですけど木村雅也く君ってファンからみんなダンス見たいって言われて多分ら也君自身の多分本人のねあの気持ちでやってるんですけど、まあ、ダンス動画多いんですよで木村昌也がはもちろんそのダンスリーダーじゃないですけどもうダンス中心自分ダンスをこうもう自分で振りをかあの監修するぐらいなんで、まあ、いわゆるダンスリーダーっていう立場にいるので。 ただそういった面でこうなんていうのかファンのためにねファンが願ってることあるじゃないですか僕らもそうじゃないですかリオちゃんマコちゃんのダンス見たい言,う言ってるじゃないですかで僕らからするとそんなにねあのもちろんあの前マコちゃんたちが踊ってくれたようなリオちゃんのねあのガチガチの撮影のやつもあれもすごく嬉しいけどもう適当でいいんですよ本当に SNS だから本当にソーシャルメディアなんて適当でいいんですよフリーコンテンツだから。 だけども、そのフリーコンテンツの中でクオリティ重視しなくてもファンの方々がね、喜ぶことっていっぱいあるわけですよ。うん、こういったね、今日まこちゃんが出るような。やっぱ、ソニューミュージックなのかなうーん、何でもあげたらええやんと思うんですけどね。なんかそこら辺が、やっぱ23見てて不思議で不思議で、やっぱこの不思議。 デビュー僕がリアクションを始めた当時からその k p o p っていうものを見始めてやっぱこれ不思議なとこなんですよねうんだからやっぱ強いと思いますよ JO1 さんとか INI さんとかうんやっぱその子がそれをちょっと上げ続けることによってやっぱ人々の目にね届きやすくなるからそう 今だから20さんはやるべきだと思うニジプロマジックがもうどんどん消えてきてるから絶対にそうだから絶対に攻めていかないとこれから絶対食われてくるうんで20プロがあったっていうことはそのいわゆるオーディション番組っていうものの価値をどん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 変えてきていろんな戦略組んで絶対来ますからね おご、うん、っちゃだめっすね、絶対に。今か勝負だと僕は思っています。はい、もうこの才能、せっかくこう飛ぼしたその炎は絶対に消さないでほしい、うん。コメント見ててもね、そう、もったいないですね。うん、ここにこれだけのコメントがあるんだったら、やっぱり出していくべきですね。アウトプットしないといろんな面ではい。 さあ、今回ですね、このちょっと3分も喋っちゃったけど、お久しぶりです。比較動画になります。まずは、まごちゃんから見ます。うん。えー、もう今回のナヨンさんの中、拍手ですよ。おいえい、ー。 すごいっすよねやっぱもう僕ね最近気づいたのやっぱ <laughs> もうねほんと今更なんですよ僕ダンスやってて自分がなんでこんなにダサいかっていうところとこのうまい人たちというかアーティスト見てアーティスト見てなかったら気付かなかったとこだってやっぱねヘッド。 表情は作るの難ししいいかもしれない歌詞が入ってないから。うん、だけどねヘッドです。頭のそのヘッドの向きっつうかな使い方っていうのかなそれ一つで相当見え方が変わってんだなって今更気づいたんだけどね。 でまあ、そこに関しては僕,ら僕とか胴体見るし表情つける子たちうまい今の子たちはすごくうまいですよ逆に首の方が逆にやっぱ体のコーディネーションの方がやっぱ今の多分一番の課題残っている人たち多いかもしれないですけど僕からしたらねまずヘッドだねやっぱり首頭っていうのはやっぱ力みでコントロールされちゃうんでそうするとやっぱこ,のこっから上がね ロボットなんです体が下ロボットじゃなくてここから上がやっぱロボットになっちゃうんですよね見てうめいここの減速の仕方もうんうんいいっすね足先立っててそうやっぱまこちゃんはね見ててやかたいがしっかり安定したな いいかわいいうんおここら辺やっぱシャープマコ、ま、ちゃんっぽいですよねここら辺とかもねこのシルエットとかもねへいうんダッツガツここでこれがなんつうのかなゴンゴンゴンこれ入らないでほしいんだよねここでもしっかり取ってんですねいいシルエット綺麗ですよね えい、ー、今のとかもそうなんですよね。えい、これね。えーここで頭を送らせてるってのもさすが。おい。うー、アームすきれやっぱり。えーここのリーチ綺麗っすね。左骨盤の俳句も。おい。 ーシルエット綺麗でっすよね、まこちゃん。かわいい。久しぶりに見た、まこちゃん。まこちゃんを出してください。もうちょっと。ええやんええやん、MI また踊ってくれたってね。なんで二人踊って終わるんっていう話ですよ。全員踊ったらええやんっていう。ねえ、パクって。ダメなの踊ってくれ、なんでも。 俺は踊ってくれるの待ってました。み,なみなんなコメント書いちるよ、これ。待っとんよ、みんな。えい。ただね、皆さん、次にね、ナヨウスさん出てくるけど、皆さん、ぜひナヨウスさん見てない方、見てください。これ、歌いながらやって、ナヨウスさん、一人で。 最後の畳み掛けなんかもちょっとえげつないですよほんまに本当にすごいと思うなよさもう最後ブレスもクッこうジャックアップするぐらいほぼほぼ無呼吸で動いてるんですよねほんとお声を出すっていう酸素の吸引しかしかないから血中の酸素全部消費してるっていうぐらいほんとねあのフォーメーションっていうか多分皆さん リフトとかって上にいる人も大変なんですよ、引き上げなきゃいけないですから、これ不思議なんですよね、これ何の、何なんだろうとも、多分重力だと思うんですけど大きくは。そう、だから体引き上げてないと、下の人も、いわゆるリフトをしてる人も重いし、で、掲げられてる人は体引き上げてなきゃいけないし、その中で歌ってるからね、歌ってあの上から下、ボトムハイの後で言いますけど、それで声出してる、その技術よ。 こうこ23誰かバコンヒットできるか難しいとこですよね、うん、だナヨンさんやっぱラインがすっごく綺麗だやっぱ踊やっぱダンスっていうところあそのももちゃんとまた違った綺麗な線のダンスするからやっぱここら辺がねすっごい鼻水出てまこちゃん見てる鼻水が出てそうだからここら辺が やっぱ、23もね、ばっこりこうヒットしてくる、LINE にね、入ってくると面白いんだけどね。やってこうぜっていうね。おーさあ、ナヨンさんです。まずこれね、単発でね。綺麗だよね。 これさ、このビジュアルどうなってんほら、入らないでしょ。うー、最高のビジュアルだ。えい。えい。すっごいね、もう。大人の。 あの,舌のこの後ろがこう膨らむ感覚がなんかボーカルのトレーニングでもなんかねこういう舌の使い方ね相当弛緩してんだろうね喉というか舌がねさあ僕がこれ久しぶりにマッチングしたやつですねマッチさせたやつさあこれです ちょっとだけね少しだけラグがあるこれねうまく調整できなかったんですよね僕もちょっと時間がタイトだから時間が限られてるからねちょっとねもうこだわれるとこがあギリギリなんですけどちょっとだけラグがあるんですけどちょっとそれはご了承くださいあまあまあ合ってるねちょっとここずれてるね さすがだよね。何の違和感もないわ。ええー。何の違和感もない。<laughs> うんこのセクシーさこう出してくるらやっぱさすがナヨンさんだと。まあさすがって言ってもわかんないな俺。うんやっぱ足の線もやっぱまこちゃんは綺麗だな。 そう、ナヨンさんって若干にそう、この前気づいたんですけど若干こういうタイプなんです若干ねなんですけど結構可能性がうまいからその進行をだいぶ抑えてるっていうかもう進行しないと思うんだけどうん もう,こうね首をこう張ってるこうこのこういう感じがねやっぱこう体,体幹部っていうかその体幹部だよねを強くこう安定させるっていうか何ていうんですかね腫れる人の特徴かもしれないですねこうダンスしてる人たちのなんか感覚的にね。 やっぱ首に,スペース首にスペース広げられるってやっぱそういう意味ですからね首にスペース失うってことはそれだけこう体,の体がどんどん縮まってしまうというかね引っ張れない状況だからねうんすごくまこちゃんの場合やっぱ首引き引っ張れるその見せ方があるからやっぱ体強いんだろうねうん 表情の使い方がさすがですよね。ええー。全然わかんないよね。ええー、かわいいね、ここ。ええー。<laughs> これさでもあれこれ見ていただくと分かるんだけど後ろ足ね後ろ右足これこの後ろ足ナヨウさんですよねナヨウさんは特に分,分かりやすいんですけどかかとが常にこう上がってんの分かりますかね右足もこう右 かかかかとととが上がががが上上っって下下るるいうそれだけ体の使い方でグーンってうまく使ってるんですよねやっぱね本当に小さく動くように見えないってことやっぱり足の末端までちゃんと使ってるんですもうほんとダンスの基礎ですけどね乗ったところにこう体重を乗せるとかっていう減速するっていうのもね うん、これまこちゃんかかと見えないが絶対そうしてると思うんだよねうんさすがですね、うん、いやこういう動画をねたくさん出してほしいですねはい本当に楽しみにしていますそれでは